タイトルにもある通り僕、ビットコインの現物100%を理覚いたしました、まあ、こちら、ね、X でも、ね、共有しましたがリアルタイムにて、はい、ビットコイン100%、ね、売却しましたということを、ね、話したと思いますそして、ね、ビットコイン、まあ、その後何が起きたのかといいますと、はい、皆さんご存知の通り大きな調整が生まれました約一晩にして、ね、14%ほどの、ね、調整がありましてちょうどですよ6万ドルを、まあ、下抜け大きな下着をつけて 今、6万7200ドルまで回復していますが、ちょうどね流動性がりをねしてロングをね生産して反発している状態です。で、僕は今からねアルトコインに資金が循環すると思っていて、アルトコインに今、完全フォーカスしています、そしてビットコインは頭打ちにしている可能性が高いと考えている状態なので、本日ねこれに詳しくね話していきたいと思いますので、ぜひね見ていってください。なんでですすけどまあビットコインですよ 6万7200ドルまで回復してビットコインが今から高値を上抜けるのかっていうのがね皆さんもね質問だと思うんですけどえ僕個人的にはビットコインがね高値をこちら、ね、更新しないと思ってますはいでビットコインですよ、昨日一時的に6万9400ドルって言ったね、市場最高値を更新したんですよで、僕ずっと話してると思いますけどビットコインね、おそらく、まあ、市場最高値ね 大きく更新しないと更新したとしても7万5000ドル付近が天井だということを話したと思いますで。皆さんご存知の通り完全な天井を当てることは不可能なのでこのような感じのイメージをしているわけなんですけど上がったとしても7万5000ドルで自分は7万5000ドルまで上昇すると思っていません。ただ すべての可能性を考えるのがトレーダー投資家なんで、ね、一応7万5千ドルって話してますけど、ただ僕のベースポイントとしては、もう上昇の最終段階に現在いまして、おそらくビットコインね、これが天井だとね、自分は思ってます。はい。で一応ね、ビットコイン6万6920ドルまで、現在ね、上昇してきて、ね、かなり回復してきましたが、自分はビットコインがね、 まあ調整してくると思ってますね、少し調整して、まあ、このようにレンジをね継続すると思っています、で、ここでアルトコインの話になってくるんですけど、今からアルトコインバブルが始まります、で、多くの人々が誤解しているのが、ビットコインの価格の天井イコールアルトコインの価格天井なんですね、これは大きな間違いです、正しいのはビットコインが高値圏で調整後に反発するとアルトコインバブルが始まるっていったことなんですよ。 でビットコイン、ね、ちょうどこちらね高値を新たに更新して、そして、ね、一気に流動性刈り取りを行いました。これね、ねものすごくねポジティブなシグナルとなってますね。こう上昇連続的にして、ロンガが、ね、早いに入って、もう完全に相場が高揚化になって、こすべてね焼き払って、一気に光になってから、このように反発してます。でこの反発したときに、じゃあ実際、アルトコイン、ね、見ていきましょう。どうなったのか。でこの下落によって、アルトコインも、ね、大きく下落しましたが、見ていただいて分かる通り、 大きく上昇しているんですよ。このように26%とか。で、イーサリアム見てください。高値を更新してるんですよ。ビットコインは高値を更新していないのにもかかわらず20、20%も上昇してます。イーサリアムも、ね、上昇することはねずっと、ね、話してきたと思います。例えばカルダノもムを見ていきたいと思うんですけど、カルダノムもこのようにそこから35%も上昇してるんですよ。明らかにビットコインよりも大きな、ね、上昇幅が生まれてます。で、自分は今からね、ビットコインの上昇がね、レンジ 上昇ではなく、レンジが続くと思ってて、アルトコインは高値を更新すると思ってます。さっきの、ね、アルトコインの反発は、ただ単に、ね、調整してからの反発なんで、ね、こんなのバブルでもなんでもありません。今から本格的な上昇が始まります。ので、ビットコインが仮に、たとえ、ね、これが頭打ちだとしても、アルトコインが頭打ちしたわけではないんですよね。はい、アルトコインは現在、ね、安値圏にて、ね、推移します前回の市場最高、ね、例えばカルダノだったら 3ドルですよ。で、今現在0.72ドルにえ推移してるんですよ。はい。で、ビットコインがね、高値圏に入ってから、その後、あるところに資金が循環する傾向があるんですけど、まあ、ビットコインドミナンスといったねチャートをね、よく見ていきたいです。まあ、仮想通貨全体の時価のうち、ビットコインが何割を占めてるのかっていうチャートなんですけど、これが54.78%にいます。これが調整してきたら、ビットコインからね、あるところに資金が循環している証拠になります。で、今のところで、ね、この54.78%。 また,ちょまた、ねこちらね、拒否しているのでこのまま、ね、下落してくるんじゃないのかと思ってますね。一応、ね、この57%ターゲットしてたんですけどさっきのがビットコインの天井なのであればおそらく、ね、このように下落してくると思います。でこの下落が始まったとき、この51.61%完全に下がったときにアルトコインバブルが、ね、本格的に始まります。で今からが、ね、自分は、ね、もうアルトコインバブルのスタートだと思ってるんで。 さまざまなアルトコイン、僕が、ね、話しているアバナンチ、そしてカルダのドット、アービトラムとか OP とか、ね、イーサリアムのレイヤー2、レイヤー3とかね、よく、ね、注視していくようにしてください。はい、もうイーサリアムが、ね、高値を、ね、更新しているのが、ね、完全なる証拠ですで。資金循環のおさらいをもう一度していきたいんですけど、ビットコインの次はじゃあどこに資金が循環していくのかといいますとイーサリアムに始まるんですよ。時価総額の大きい資金に 資,産が流れる資金が流れるね傾向があります。その次に主要アルトねに流れていって、自家総額に関係なくファンダの強いアルトコインが膨張しだす、そしてもう完全にもう何でも上がっていくといったねシーズンに入っていくわけなんですけど、今、イーサリアムなんですよね。イーサリアムに資金が循環していって、だからこそね高値更新したんですよ、イーサリアム。で、このようなチャート、イーサリアムのよ,うなこのような大きな上昇が今からねアルトコインに生まれます。 はい、のでイーサリアム、ね、これ完全バブルです。このような上昇がほとんどすべてのあるとこに自分はね、起きると思ってます。で、今、完全に自分、フルマックスレバーロングちですはいです。もちろんね、レバー取引するのであれば、先物取引するのであれば、経験のある方のみでお願いしたいんですけど、まあ、自分はね、今、フルマックスレバーロングでございます。はいまあるとこにバブルが、ね、今からね、起きるということをね、確信してます。 でまあ、さらに、ね、もう一つポイントがありまして、アルトコインバブルが訪れる、ね、兆候というんですかね、まず、まあ、昨日うの、ね、大規模な調整により、アルトコインも大幅に調整し、ほとんどのロングポジションが、ね、生産されました、価格が上昇するにつれて、ポジションの生産は必要な段階です、はい、これは普通です、ロングが入りすぎたら、価格を押し上げるための、ね、燃料が少なくなるんで、一度ロングを減らしてから、そこから価、ね、格下がってから、ね、ショーターが入ってくるじゃないですか。 価格を見てショーターねあ、ねこのチャート見て下がりそうと思ってショーター入ってくるんですけどそのショーターのストップロスを刈り取って価格って上がっていくんですよね。そういった仕組みになってるんですけどまチキン調達量がこれでねこの下落で0.01に戻ったんですよ。 0.01に戻るってどういうことかと言いますと、まあ昨日の時点で0.01以上、0.1、0.2とかね、もうありえないファンディングレート資金調達するようになってたんですよ。これってどういうことかと言いますと、現物価格が押し上げてるんじゃなくて、先物価格が押し上げてるんですよ。はい実際のものね、実際のものじゃなくて先、先物のオーダーブックによって買われて上がっていってるんで。はい したがって生産は、ね、平常値に戻るために訪れるものです。はい、生産は平常値に戻るために訪れるものなんで、まあ、これで下落して、これのようにね、ファンディングレートが戻ったか,戻ったから、先物の,のロングが減ったっていうことなんですね。だから価格が、ね、上がりやすくなるんですよ。先物のロングがいたら、それを利確してね、いったら価格って上がりにくいじゃないですか、その分売られるんで。でこれで一気に生産して、さっき言った通りり、ショーターもね、この、まあ、下落を見て、ね、入ってきたわけなんで。 だからイーサリアムもねこのように高値更新してるっていうのもあるんですよ。でこのようにイーサリアムが今ね、ね完全に上がっていってますけど、アルトコインの王様、イーサリアムがこんなにも上がってるから、今からね一気にアルトコイン、ね、自分が注目しているアルトコイン、ね、上昇してくると思います。そして、新興通貨もね上がってくるので、ね、アルトコインに完全集中していってください。でこちらですね、1億円チャレンジの現在の様子ね、ねどうなってるのかっていうのがね皆様のねご質問だと思うんですけど、現在ですね、 ソラナ見ていただいて分かるとおり、ポジションを増えたんですけど、利益が減ってるんですよ。でなぜかって言いますと、昨日の下落で、これ、下落来るなって予想して、利額しておきました。で、損切りがね、皆さん覚えてるか分かりませんけど、ちょうどね、112ドルね、112ドルでプラマイゼロに置いてたんで、もし僕が何もしていなければ、もうゼロになってたんですよね。ゼロになってたんで、一度ね、利確しました。で、どこで利確したかと言いますと、 はい、こちらですね、1万1000ドル、128ドルでここね、利確しました、一度。で、その後、もう一度エントリーしたわけなんですよね、ちょっと反発してから。で、エントリーカーがちょうどね、128ドルとなってるんで、一応ね、1万ドルを抜いて、再度エントリーすることができたんで、この暴落を免れてから。のでね、なかなかいい立ち回りに、ね、できました、はい。で、アバランチはこのままずっと持ちました、暴落がありましたけどね、これはね、ずっとホールドしておきました。 でこのようにねこういった生産がねいきなり来るんで、絶対に損切りされないであろうっていったところにねね価格を置くのが、ね、損切り価格を置くのがね大切になってくるんですよ、24ドルとかね。まあ、このように自分、スイングトレードとかしながら、まあ、短期トレードもしつつ、まあ、このように、ね、勝率に上げていってるね状態でございます。はいでもしねトレードしていきたいとのであれば、自分、でこれバイビットね愛用します。でバイビットね、ねめちゃくちゃ使いやすいんで、まあ、ぜひ、ね、説明欄の一番上に URL あるんでね、ねこれ、使用してみてください。 そして今現在、ね、ビットゲットでもイベントしますはいこちらね、ね新規登録だけで1万円がもらえます。はい新規登録プラス KYC 確認で3000円相当のボーナス、そして初回入金で7000円もうクレイジーです。はいビットゲットさんね、ねありがとうございます皆さんのためにねこちらのイベントね用意しましたので、まあ、先物ねやってみたい方、このボーナスねできるんで、ぜひ、ね、ビットゲットねこちら使用してみてください。説明欄に、ね、全部、一番上にねこういうい特別 URL 貼っております。はい ということなんですけど、続きまして、こちら、はい、テンセットの最新ニュース見ていきたいと思いますま。僕がね、注目しているアルトコイン、比較的リスクの低いアルトコインとして、テンセットを注目してるんですけど、なぜかと言いますと、デフレコインなんですけど、最も強いところは、ユーティリティが確立されてるんですよ。はい。で、さらに新しいユーティリティね、ユーティリティとはトークンの需要性、トークンの需要性が強ければ強いほど、価格が上がっていくね。 仕組みになっていくんですよね。でそれがね、なんと、ローンチパッドに対して新しいティアが追加されました。でティア、見てください。今までテンセットね、2500枚をロックすることによって最低に、ね、参加することができたんですけど、なんと1000枚ロックでこちらテンセット購入することがテンセットのローンチパッドに参加してプレセール参加することができますで。ティア1、ティア2、ティア3、ティア4、ティア5とあるんですけど、まあ、こちらの NFT ですね。 ご存知ない方ね多いかもしれないんですけど、テンセットにはね NFT コレクションがありまして、この NFT を持っていれば、テンセットのステーキング報酬プラス永久にローンチパッドに参加することができるんですよ。はい。って言ったらね、こちらの NFT にステーキングリワーズね、まあ、ついてるんですけど、なんですかね、こちら。これね、プールウェイトプラスアロケーションボーティング。 こちらでかける9となってるんですね、このスメラゲ NFT、そしてレギュラー NFT7.5 となってるんで、まあ、こちらですね、アロケーションがより大きくなる、または投票するときにより意見が反映するみたいな、こういったね、得点がついてるんで、このアロケーションが他のものよりね、大きくなるみたいですね。ので、これ NFT ね、かなりお得だと思いますね。一応 NFT ってね、オークションがありまして、5000枚のテンセットをバーン、または5000枚のテンセットをバーンして、プラス、 オークション形式で約、ね、1000枚から2000枚を平均で落札されていったんですけど、まあ、さらにねアロケーションが大きくなっていくのであれば、まあ、価値がねさらに上がるとえ自分は思ってますので NFT ホルダーがねやっとね報われる時が来たんで今、まあ、比較的に安いと思うんで、価格、まあ、オープンシーンに行って、ね、TGLP で調べたらね出てくるんでぜひ、まあね、見てみてください、まあ、こちらがテンセットの最新情報となっております。 そしてアルバラさん、どうなっているのかと言いますと、アルバラ、ね順調に開発が進んでるみたいで、コインゲコにもねこちら、連載されたみたいです。そして、アメリカの取引所ねポロ 2X、これね、かなり大きい取引所ですよ。アメリカのかなり大きい取引所にねこちら、上場されてるんで、これ、大きいですね。海外にねアクセスされやすいね取引所に上場してきました。 でアルバラの価格見ていきたいんですけど現在ね、ねこちら1時間足にて三角持ち合いを形成しております。でこの三角持ち合いね、ねブレイクしたら、まあ、一気にですよ、こちら2ドル、2ドル付近までね上昇することになりますね。2ドル付近になってきます。はいでもし下落した際には0.66。まあ 付近に下落していきますけど自分はねここまで下落しないと思ってます。自分はね上にえブレイクすると思ってるんで、そろそろねブレイクアウトがね生まれてくるんで、ね、アルバラこれ、ね、注目してください。でさらに取引所上場、ね、するんで、ポジティブなニュース、そしてね相場の試合がね完全に揃ってるんで、アルバラねこれもね注目していってください。はいアルバラ、ね、これ三角持ちで、ね、ブレイクするところです。でテンセット、ね、最後に見ていきたいんですが、チャート分析。 はい、こちらのサーボの0.75を、ね、ホールドしています。で昨日の、ね、ビットコインの大きな下落によって、ね、テンセットも、ね、こちら、つられて下落してましたけど、まだ、あ、0.93ドルを、ね、ホールドしている感じですね。はい、でテンセット、ね、ローンチパッドのプロジェクトが発表されたら上昇する傾向にあるんで、今、比較的に安い値段なのではないのかと思ってますね。でテンセットのターゲットとして、ね、自分がどこ見てるかと言いますと、まあ、2ドルね、ね2.1ドルとか2.4ドル付近。 ここがね、かなりね、大きな節目となっているんで、今からね、相場がね、盛り上がることを考えたら、ね、一気にここまで、ね、上昇すると思ってますので、まあ、ここから約2.2倍、ですね2.4 2 2倍、2. 倍ぐらいね簡単に目指せるかなと思っております。はい、で、もしねトレード目的でテンセットね、購入していきたいのであれば、ビットゲットね、でトレード、テンセットね、上場してるんで、ぜひ、ね、ビットゲット説明欄にあるんで見ていくようにしてください。はい、で、もしまだ ま最後になんですけど、LINE のグループの方で今ね、かなりね分析とかね共有してます。で、i s c o r d もあるんですけど、LINE の方が今現在ね、アクティブなんで、説明欄に URL 貼ってあるんでね、LINE 公式から参加することができます。こういったね、分析とか、ボイスメモ、これ共有してますんでね、ぜひ無料でね、参加することができますので、見ていくようにしてください。 ということで,です、ね、本日の動画ね終了していきたいと思います。いうことでね、完全にアルトコイン、ね、集中タイムということで、ビットコインは個人的にはもうどうでもいいと思ってます、ね。ビットコインの上昇率よりもアルトコインの上昇率の方が大きいんで、でビットコインは自分で、ね、高値ね更新したいと思ってます。自分はここは、ね、天井だと思ってます。ただ、もし間違えたのであれば7万5000ドルマックス、ね、ただ自分は、ね、ここは、ね、天井だと思っております。で最後にね私のね一緒にビットコイン。 理学でできた方ねおめでとうございます今から、ね、どんどん、ね、もうお金稼いでいくんで、もちろんね皆さん、よく考えて僕は自分が思ったことを、ね、素直に発信しているまでです。ただ、最終的な、ね、判断は皆さんにあるのでね、ね、はい、ただね今からねもうお金どんどん稼いでいきたいと思うんで、楽しみにしていてください。皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。